ナミさん、確かに仮想通貨の取引所どこがいいのか分かりませんね。未だに分かりません。私はバイナンスにものすごく不安な気持ちを持ってますんで、アカウントも作ってませんけども、まあバイナンスで取引はねバンバンされていて、世界有数の取引所でもありますからね。だからね、本当分かんないんですよ、うん、これだからどこの仮想通貨の取引所だったら大丈夫ですかって、大丈夫なところはねないんですよね、分かりませんから。ですんで、ある程度のリスクを承知しながら使うしかないと思ってますんで、仮想通貨の取引所に、まあ仮想通貨を入れっぱなしにするのも一つ、そこから抜いて別のウォレットやコールドウォレットに入れておくのも一つ、これもうね究極の自己判断ですよ。銀行っていうのは中央集権ですから、金融庁が管轄していて、何がしかのね保証とかもあったりするわけなんですけども、暗号通貨に関しましてはその中央集権型でないところに私たちは魅力を感じて、分散管理だから参加してるわけですよね、基本的に。となると誰も責任を取らないよっていう世界なんですよ、うん、ですんで自分がしっかりとねパスワードなり管理するしかないし、時には資金を移しておくとかね、それから自分が信頼している取引所の経営状態ですとか経営実態ですとか、そういったものをきちんとね情報を取っていかなくてはならないので、案外手間かかりますよ。銀行に丸投げすればいいっていうものではなくて、全部自分が銀行業務をするってことですからね、うん、まあ、ですけどそれを超えてでも魅力があると思いますので、こうやって投資しますけどね。そして大きな事件はたまにありますけども、まあそうですね、そのたんびに業界が強くなる、私たちの意識も強くなると思わない、しょうがないかなと思います、うん、きっと一般の銀行も黎明期はそんな感じでめちゃくちゃだったと思いますし、一時期ありましたよね、銀行強盗ってのも。今は銀行強盗ってもうほとんど考えられないですよね。そういうふうにだんだんなっていくんじゃないかなと思います。まあ必ずしも銀行と比較することはできませんけども、今のところ私はね取引所とか交換所に関しましては日本国内のところメインで使っていて、海外のところはまあ本当にね恐る恐る使ってるって感じですかね、はい。ですんでね、ここがいいよってパーフェクトに私も責任を持って伝えられるところはありません。まあ自分で調べて、私が仮にここがいいよってアドバイスしたとしても、それも一つの意見としてですね、そうじゃないかもしれないと思いながら、自分の頭で自分の資金を守っていくしかないなと思っております。本当に難しい質問でしたね。ナミさん、これからもよろしくお願いします。